皆さんこんにちは、長里ゆきです。今回はですね、ワシントンスピリッツに所属する、女子サッカー選手横山久美選手がですね、トランスジェンダーであることをこの YouTube チャンネルで公開してくれることになりました。本人が公開したいということで、私の YouTube チャンネルでこう公開してくれないかっていう逆オファーをこういただきまして、今回横山選手にインタビューすることになりました。等身大の横山選手のお話を聞くことができましたし、トランスジェンダーとして、どういうふうにこうサッカー選手として人としてこう人生を歩んできたか、でこれからどういうふうにして生きていきたいか、といった点も含めて、すごく内容の詰まったインタビューとなっております。テンションとしてはそんなにシリアスというよりは、横山選手自身のこうキャラクターがすごいこう溢れているというか、でまだまだトランスジェンダーに関しては日本でもこう理解されなかったり認知されていなかったりといったところもあるとは思いますが、この動画を見ていただいた皆さんにはプロスポーツの世界にも、トランスジェンダーの選手がいるっていうことをこう理解していただけたらいいなっていうふうには思っております。いろんな捉え方が本当はあると思います。体は生物学上的には女性だけど心は男性でもサッカーはしたい、では男性の中でサッカーするのか女性の中でサッカーをするのか、いろんな捉え方が本当にできると思いますし、それを受け入れられない人ももちろんいるのかなっていうふうには思ったりもしますし、この問題に関してはものすごく議論が必要な部分かなっていうふうには正直思ってます。答えはないと思うんですよね。トランスジェンダーの選手がどちらの性別の世界でこう競技を続けていくかっていうのはすごく難しいところではあると思うんですけど、この横山選手のカミングアウトが皆さん自身にこう何か考えるきっかけを与えられたらいいなっていうふうには私自身は思っていますし、横山選手がより生きやすくなればいいかなっていうふうに思ってます。で、自分らしくありのままでいられることっていうのがどれだけ幸せなことかっていうのを私自身もアメリカに来て感じておりますし、横山選手自身も感じているので、ぜひ横山選手のお話を肯定的な目線で聞いてくださると嬉しいです。ではどうぞ。横山オープンにしますみたいな、将来サッカーやめて男になって生きていきたいなっていう思いがあって、で、今まで何人かの女の子とも付き合ってきたし、日本にいた時はすっごい隠してたんですよね。世間の目っていうのもあるし、一応立場上っていうのもありましたし、でもなんかアメリカにとかドイツに行った時に、そういう恋愛系の話とかになった時に聞かれるのは、日本だったら絶対に彼氏いんのみたいな感じで聞かれるじゃないですか。でもそうじゃなくて、やっぱこっちだと彼氏彼女どっちいるのみたいな感じで聞かれる、それが普通っていうか、だからなんかすごいこっちの人たちって心が広いっていうか、なんか自分は違うけどあなたはどっちみたいな感じとか、なんか最近は結構日本でもそういう LGBTQ っていう言葉が復旧してきて、いろいろ取り上げられてますけど、一応自分みたいな立場の人たちが声を大にして言わないとまだまだ発展していかないかなと思って、全てを理解するのは絶対無理だと思うんですよね、日本人っていうか人が。もちろんアメリカとか海外でもやっぱり理解してない人はいると思いますし、でもそれを別にこう偏見だったり差別だったりっていうふうにはこっちの海外の人たちはないなと思って、今回そうやって今アメリカに住んでてオープンにしていいんだなっていうのも感じたし、チームメイトに言われたのは最初ちょっと隠してたんですよね、自分も。そしたらなんか隠してる方がダサいよみたいな、なんではっきり言わないのみたいな、隠さなくていいんだよみたいな、で理由は日本はこういう感じでみたいな感じで説明をしたんですよね。そしたら日本ってちっちゃいねみたいな言われて、確かに国もちっちゃいしなと思いながらそれでもこう日本でだからちっちゃいからこそ、誰かが自分がだけじゃなくて今結構声を大にしてる人たちとかみんなで力を合わせたら、もうちょいこう発展していくのかなと思って、別にそういう自分が立役者とかそういう感じにはなんなくていいんです。どっちかってさ、そういう人たちもこう受け入れられる、そういう風になったらいいなって思ってます。いやでもちっちゃい時から自分
めっちゃ男っぽくて、幼稚園の時まで髪長かったんですよ。でも1年で本格的、小学校1年で本格的にサッカー始めるってなった時に、もう自分は髪を切りたかったんですよね。多分その時には長いのが嫌だって言ってたらしくて、でそこからずっと短いですね。髪も短いですし、七五三の5歳の時、七五三の5歳男の子だよね。あれ、なんか5歳やったんだよ。でも分かんない、5歳やった、だって兄貴がそれであれだったから。でその時にもう自分、あのなんか女の子っぽい服装しないといけないんだよ、こう着物みたいな。でその時に3、4時間ぐらい泣きじゃけんで、その後にもう7歳は絶対にやんないってなったらしい。もう嫌だったんだって、そのスカート履くっていうのが。まあ、そうですね、なんか自分をそんなに女として見てなかったから、すごい嫌だったもん。でしかもでも生理始まったの遅かったんですよ、自分中学の2年ぐらいだし、正直まともにあんまり来たことない。1年間1ヶ月ずつに続いたことが今までない。なんかそういうことに対してはどういうふうに対処してたの？めちゃめちゃ隠してた。いやだからおっぱいはもう20歳になったらもう自分一人の、一応決まってるじゃないですか、大人っていうか日本では。なんでもう20歳になって、その時もサッカーも、あ、もうあと 1,2 年やって終わりでいいやって思ってた時期だったんで、とりあえずおっぱいだけ切除しました。あ、だからその20歳の年シーズン終わって速攻やりました。何年ホルモン注射打ってないとかカットできないとかあるんですけど、まあ、診断書を持ってって、まあ、あとはその時の先生が自分のことを一応知ってくれてて、こういろいろ話し合いを重ねて、とりあえず上だけ、ドーピング引っかかっちゃうんで上だけ一応切除しました。それでやってていいのかなとか思ったりもするんですけど、でもまあここだけはやっぱ自分の意思でやめれないっていうか、やっぱここまでやっぱ支えてくれた人が家族だったり友達だったり、いろんなコーチとかだっていますし、まあ、だからそれは最後まで、あの自分がやりきったって思うまでやってやめるのが恩返しかなって思ってます。まあ、元の体で生まれちゃったっていうのもあるんで、まあ、昔から俺って呼んでたりするじゃないですか。仲いい人とかはもうそれが普通みたいになってますけど、例えばそういうのを初めて聞いた人とかやっぱキモいとかなるし、まあ、髪が短かったりとかしたらやっぱ女の子っぽくしろよみたいな感じでもなるじゃないですか。まあ、何よりこう生きづらいなって思ったのは、まあそんなに自分では感じてなかったんですけど、立場上そんな立場もそんな顔知られてと思ってなかったんですけど、最近 SNS が復帰してるじゃないですか、すっごく。それでなんかちょっと友達がストーリーに載せたりとかしたら、この人サッカー選手の何々だよねとか、あ、気づかれるんだなって思いました。だからどんなにじゃあ自分がこっそり生きてて、男になって、サッカーやめた後に男になってこっそり生きてても、気づく人は気づいてくれるんだなっていうのは思いましたね。だからそういう部分で逆にもう公開した方が今後の自分的にも生きやすいかなって思いました。まあ、今の彼女には一応感謝はしてます。公開しようっていう勇気もくれたし、まあ、もちろん友達もそうですよ。友達にも言われたのは、その子もまあトランスジェンダーなんですけど、 FTM なんですけど、あの俺は若い頃から男になってサッカー早くやめて男になって普通に働けるけど、俺の場合はやっぱここまでサッカーやってるし顔も知られてるし、普通にこっそり男になって生きていくのは難しいかもしれないよって、やっぱそうやって教えてくれたりっていうか、やっぱ一応年齢は下なんですけど、でも男としてのは先輩じゃないですか。まあ、そういうのでいろいろ教えてくれたりとかして、まあそうだよなっていうのとか、いろいろなことが積み重なって、まあ後悔しようっていう勇気は出た。でもまあ日本にいたら絶対してないなって思いました。あのカナダ代表の OL の5番の人、わかります？あの人も後悔したんですよ、トランスジェンダーだって。はい、あの人も胸手術したらしいんですよね。今彼女がいるじゃないですか。まあその人と付き合っていく上で、どんなに性別変えても生きづらいよっていうのは言われました。別に性別変えようと変えないと、ありのままの俺が好きって言ってくれたし、それはどっちでもいいけど、でも何をしても多分生きづらさはあるよっていうふうに言われて、やっぱ全てを隠さないといけないし、今までのその経歴っていうのもあるし、だったらそれをうまく利用した、利用っていうか、それを別に隠す必要ないんじゃないって言われたのが衝撃的でした。オープンにしたいというか、オープンにしてもいいなって思いました。なんか別に積極的にあしたいぞって感じではないですけど、正直。でも今後の自分のことを考えた時に、いや生きづらさっていうのはしんどいなって思って、まあだからそういう勇気が出ましたね、オープンにしてもいいっていう。まあそっちの方が、まあ今付き合ってる彼女からしてもやっぱり
隠さなくていいだろうし、周りにも、まあ、隠してないと思うんですけどね、今後とかいろいろ隠さないことがあるかもしれないじゃないですか。そうなった時に隠さなくていいだろうし、まあ、自分だけじゃなくて、まあ、周りも多分接しづらい人もいたと思うんですよね、友達の中に。だからそういうのも考えて後悔しようって思いました。でもまあ正直批判っていうのは何をやっても批判来ると思います。サッカー選手であっても批判は来るじゃないですか。周りからしたら女としては一応育ったわけじゃないですか。そこなんですよね、自分もそこが引っかかってるんですよ。生物学的に女として生まれて、でも心は男性という思いがあって、じゃあその状態の中でここまでその女性の中でサッカーを続けてきて、当然違和感もあったと思うし、納得できない、自分に対して納得できないこともあったと思うんだけど、じゃあこれを公表することによって女性の中でこうサッカーを続ける目的っていうのは横さんの中で何がある？まあ、正直女子サッカー界の中でも多いじゃないですか、正直。まあ、みんな隠してたりとか言ってない人が多いかもしれないですけど、だからそういうふうに隠してる人たちも普通にサッカーを楽しむことができたりとか、そういうのでやっぱ男になりたいからとかで諦めた人とかもやっぱいると思うんですよね。だからこういう状況でもできるんだよっていうことは証明できたらなとは思います。何か自分を通して伝えたいこととかっていうのはある？でもなんか別にこうサッカーだけ、サッカー選手としてだけじゃなくて、本当にいろんな人がいるよっていうのを知ってもらいたいなって思いました、シンプルに。まあ、自分は同類だからかもしれないですけど、その本当にあのオープンにしたもうアメリカ、あのシアトルのクイーン、その人とか見てすげえかっこいいなって思いました。やっぱ堂々としてて、そでこっちって試合前ホームだと自分たちの服装じゃないですか。そこでとか普通にこう文字でトランスジェンダーの子供たちを守ろうみたいな感じの服とかを着たりとか、やっぱこっちって行動力あんなっていうのは感じましたね。なんかすごいかっこいいなって思います。普通に自分じゃなくてもそういうことを普通に受け入れられるっていうのが、やっぱだから自分には正直他の人には関係ないじゃないですか。でもそういうのも受け入れられるっていうのは自分もなりたいし、そういう世の中になっていったらいいなとは思います。でもまあアメリカに来て多分こういうことも考えられたし、だからこれがサッカー選手じゃなかったら来る機会もなかったし、だからサッカーやってて後悔はないですし、いろんなことをサッカー以外にもいろんなことを学べてすっごい楽しいなって思ってます。親にはどうやって説明したの？親父にはまだ説明してないです。まあ親父にはちゃんとサッカーの区切りがついた時にしっかりマンツーで話そうかなって思ってます。正直気づいてはいると思う。本当にそれを現実的にってなったら、まあ時間はかかると思う。正直女としても男としても見てないと思う、自分のことを。まあ子供いわば本当にだからそれでしか見てない。それをもうちょい幅広くしてくれたら、まあ、理解はしやすいだろうなと思うけど。お母さんは理解してるの？お袋には一応胸オペしたする日に言いました、胸オペするって。そしたらえみたいな、何それみたいな調べてっつって。でまあその前から女の子と付き合ってたのは知ってたんで、なんでまあ多分いろいろ調べて、そしたら最初は私が妊娠中にあんたの時すごいストレスだったからだみたいな言ってたんですけど、まあ違うなとは思いますね、正直言って。まあそういうのもあったかもしれないですよ。でも別にそれが全てじゃないし、本当に分かんないんですよね、なんで男になりたいんだろうとかも正直言ったら分かんない。小学校 3,4 年の時とか普通にタッションとかしてたらしいんですよ、自分。じゃあ自分は覚えてないけど、なんか友達にお前よく一緒にタッションしたよなみたいな、えみたいな、こっちそら体の構造的にちょっとできないぞと思いながら。あ、じゃあお母さんはなんかちょっとなんか罪に感じ出ちゃったみたいな感じだった？最初はでもまあ年を重ねてっていろいろ話していくうちに、まあ、こういう世の中にもなってきて、まあ、自分が生きたいように生きなって言われたのが結構衝撃的でしたね。それがいつぐらいの時？それは25とかになった時かな。あ、自分結婚したいかもな女の子とみたいなポロって言ったんですよ。自分もともと結婚願望なかったんで、結婚したいかも自分みたいな、したら自由に生きなみたいな言ってきて、えみたいな、寛大っていうか諦めた。でももともと多分女としてあんまり育ててない。兄と一緒にずっとサッカーもやってたし、そうですね、髪も切るって言った時最初なんか髪型とか板前みたいになったし、女としてとか男としてっていうよりかはもう本当に自分の子供だから可愛がる、面倒見る、育てるって感じで見てくれてるっていうのは感じますね。お兄ちゃんは？兄貴は
結構兄貴の前とか兄貴の彼女と自分の彼女と4人で飲みに行ったりとかしましたね。でも多分兄貴も結構昔の考え方の人なんで、別に今のままでよくないみたいなとは言われました。性別をわざわざ変える必要ないんじゃないみたいな、別にお前のあれだからお前俺には関係ねえけどみたいな。はおじさん、高校さん3年間一緒に住んでたんですけど、おじさんとおばあちゃん、おばあちゃんはそういうのあんまり分かんないじゃないですか、もう88だし、一回見たらどうすんのとか聞いてくるんですよ。でこの間もフェイスタイムしてて、そういうの聞いてきて、分かんないみたいな。だから一番手っ取り早いのは男の人と結婚したら一番早いよみたいな言ってきたんですよね。そしたらおじさんがもういいからみたいな感じで言ってフェイスタイム変わりました。全員が理解してくれてるわけではないですけど、理解もしてくれてる家族もいますね。TikTok 紹介してよ。なんか共同っていうか俺も見れるようになってるけど、彼女が作ってる動画、2人の動画みたいなやつを載せてて、でも一応まだ顔隠してるんですよね。だからどうやって公開しようって思った時に、まあ、YouTube とかも自分やってないじゃないですか。なんでまあゆうきさんにもこういう話をしてたんで、まあ、ちょっとゆうきさんにお願いしようと思って今回オファーさせていただきました。ありがとうございますいやすいません、なんかだからこれを機にさ、なんかこうオープンにすることによって、じゃあ2人のこれまでのなんか2人のでもそうだし、横さんのそういう情報っていうのを。2人って誰？俺とゆきさん？違う彼女。違う俺ら付き合ってんのかと思っちゃった。付き合ってねえよまだあれその彼女とのなんかそういう生活とかさ、うんうん、あそうですね、まあオフシーズン出かけたりとかもしてたんで、まあほぼ一緒にいたんで、そうですね、まあそういうのをどんどん動画にできたりとか、それで YouTube いずれかできたらやろうかなとは思ってますけど、俺表に出るのさ得意じゃないじゃん、正直結構人見知りするし、まあだからちょっとずつそういうのも克服しようと思って今回公開に当たった。いろいろ自分がアメリカに来て変われてんなっていうのは感じれる考え方だったり、でまずセクシャリティは絶対隠さなくていいし、あとは自分の意見ははっきり言えるし、むしろ言わないと怒られるし、周りの目をある意味気にしなくていい、ある程度の気遣いとか常識っていうのは外人にはあるっちゃあるけど、日本みたいにこう上下関係もないし、言葉遣いもないし、まあ、そういう部分で自由に生きれるなって思いましたね。まあ、自由っていうか自分の考えを貫き通せる、要は自分らしく生きれるってことだよね。そうですね、自分が思ったことを行動に移せばそれが通るっていうか、日本だったらいろんな段階があるじゃないですか、けどこっちにはないから、もう全ては責任も全て自覚も全部自分次第っていうふうには感じました。まあいろんな意見がマジであると思うんですよね、多分アンチっていうか悪口っていうか、まあ、批判も来ると思うんですけど、まあそれも受け入れてっていかないと自分も強くなれないなって思ったし、まあ、もちろんだから俺みたいなのもいるから、そういう批判を言う人もいる、それはまあ理解してます。むしろでも批判してくれる人って見てくれてる証拠じゃないですか、だから見てくれてるから批判もできるってことじゃない、だからある意味感謝は感謝ですよね。もちろん心が傷つかないわけではないですよ、けどでもまあその中にもいろんなことを学べるなとは思います。いやこうやってオープンすることによって自分自身へのチャレンジでもあり、周りの人に影響をこう与えていきたいっていう思いもそうですね、はい、あるあります。まあ与えられる存在かどうかわかんないですけど、そういう存在になれたらいいなと思って、より社会を良くしていきたい、住みやすい世界、まあ、今後そうですね、自分みたいなのが出てきた時にサッカー界でもいろんなスポーツ界でも、あこの人が言ってるから大丈夫なんだ言えるんだっていうのとかになったらいいなとは思ってます。